はい、皆さん帯広編いかがだったでしょうか。次は今日から今から移動しますけど札幌ですね。札幌ですね、最後の招待。はい、それでは、はい、じゃん。今がエンガルから来て帯広まで来たと、うん、で札幌がこちらですね。札幌のイメージなんかありますか、かっちゃん。まあ、札幌って言ったらあれじゃない、時計台とか。そうだ、ね、大通公園とかね、うん、そう、都会なイメージありますよね。結構それくらいかな。そうですね、うん、言うても、まあ、北海道の本当の中心都市ですよね。中心都市ですよね。県庁所在地、県庁所在地、道庁所在地、道庁所在地だね。はい、北海道全人口の半分が札幌に住んでます。はあ、北海道の人口は何と400万人。200万人くらいは札幌に住んでると。そうだ、ね、この広い大地の、うん、すごいな。じゃあ次のページに、はい、読んでもらって、札幌は日本最北の政令指定都市、人口はトップ5と、ね、言わずと知れた北海道の政治経済文化の中心地。特に食文化は特徴的で、スープカレー、味噌ラーメン、ジンギスカンなどが人気とのことです。こっからその札幌までというのはどれくらいの距離があるんですか。約200キロ。200キロ、うん、すぐそこ。すぐそこね、もう慣れてきました。170の次は200だから、はい、もうすぐそこなんで、まあ、今日は夜かな、着くのは。そうね、まずなんか一旦お土産もらったんでしょ。あ、そうだそうだ、そう、皆さん帯広編の最後で見ましたけど、お土産をもらったんですよ。賞味期限が3時間とか2時間とか。本当だ。じゃあ札幌着く前にどっかで食べないとダメなのね。そうですね、札幌は2時間じゃ着かないですよね。着かないね。あ、じゃあちょっとどっかで食べなきゃだね。うん、じゃあ景色のいいサービスエリアかなんかで食べようかね。いいですね。ではそこまで、はい、それでは、それではまた、またもう見てください、この広い空。ちょっと西日が強いけど、いや、めちゃくちゃいい景色ですね、これ。ちょっともう何倍も広いね、東京よりも空が。では早速いただいたお土産みんなで食べようか。これは3時間以内のやつですね。はい、3時間以内にお召し上がりください、はい、いただきます。うん、多分音入ってるわ、ザクザク。クリームもうまい、カスタードも。うわー、うわー、これはうまいですね。これはなんか、なんだっけ、六花亭本店限定らしいです、サクサクパイ。帯広の六花亭でしか食べられない。帯広の六花亭でしか食べられない。いいね、うん、いただきます。樋口くんたち、ありがとうね。うん、うまい、いい景色で食べる。最高、サクサクパイはうまいわ、うん、はい、夜も暮れてまいりましたけれども、やっとですね、札幌招待に到着をいたしました。こちらに書いてある通りですね、北海道連帯本部札幌招待ってなってますけれども、実はですね、ずっと同行してくれていた新次少佐、北海道連帯
の、この地区、北海道の地区の責任を持っているんですけれども、それと同時にですね、札幌招待の招待士官でもありました、新次少佐とあと、直美少佐、実は今出張で、海外に行っています。この期間はいないんですけども、2人でこの札幌招待を守っておられます。はい、どうもウェルカムかっちゃん、やっと札幌までたどり着きましたね。やっと着きました。あ、それでかっちゃんね、はい、明日なんだけど、ちょっとずっとメディアチームと一緒に動いていたので、はいはいはい、私仕事が溜まっちゃったのよね。すいません、それなので申し訳ないけど、はい、明日ちょっと午前中あのメディアチームで市内ちょっと、うん、ロケしてきて、はいはいはい、その札幌の街っていうのをちょっと堪能してきてもらおうかな。そうですね、その間私ちょっと溜まってる仕事をこなしたいと思いますので、ありがとうございます。申し訳ないけど明日の夕方くらいにまた招待訪ねたいと思います。こちらです。はい、おはようございます。おはようございます。札幌2日目の朝を迎えています。今日は新次少佐忙しいってことでまだちょっと中見れないので、札幌の市街を少し散策したいなと思うんですけれども、今日はどこに行こうかね。ちょっと札幌のこと何も調べてないですけど、僕そうだね、昨日ちょっと急に言われちゃったんで、うん、緊急でちょっと考えたんで企画を。ほう、その企画でちょっと回っていきたいなと思います。すごいね。必死で印刷してもらいました。すごいね、もう緊急のクオリティじゃないね。ちょっと紹介していきますか。はい、これね、町のシンボル札幌市の時計台ですね。時計台有名だよね。これはテレビ塔、うん、大通公園のテレビ塔ですね。これ何ですか。これね、藻岩山っていう、藻岩山をな眺む水と緑が豊かな漢字読めね。中島公園の宝平館。宝平館、これちょっと全然知らないですね。でこれが北海道といえばお土産の定番六花亭、近代化開拓時代に思いを馳せて赤レンガ庁舎、これはなんかわかんない。6番少年よ大将いだけ北海道大学。あれ、これは何、クラーク博士があるのは北海道大学じゃないの。そう、札幌農学校っていうところから発生してるんで。へえ。あのボーイズビーアンビシャスですよ。はいはい、有名なインクライストがどうのこうのあるかどうかみたいな。そうそうそう、実はね、実は諸説あります。でそれで回っていくことで札幌招待がどんな場所にあるかっていうのを、ね、ちょっとでも分かったらいいなっていう。ただルールとして、はい、1回目例えば出目が1出ました、うん、そしたらそこの1が次回すときは札幌招待になります、うん、だから2連チャンで同じ目出しちゃうとあの札幌招待戻ってこなきゃいけなくなると。マジで制限時間は一応4時ぐらいまで。これだから時計台ってすぐまた戻ってきて入れませんみたいなこともあるわけでしょうね。そうだから1出したら次は2出さなきゃいけないし、いやこれそう綺麗に6個スムーズに出せたらやばいね、うん、最高だねっていう。ちなみに言うと一番遠いのは中島公園です。ここから。あ、そうなんですか、はい、そこから行けたら最高。3ね、3ちょっと3から行きたい。いや僕は自分が持ってると信じたい、はい、サイコロ見せてこれですね、北海道サイコロキャラメル。これここにこ下に投げる形でいいですか。めちゃくちゃ上に放り投げてる。いきますよ、俺がやっていいの。3、2、1、はい。お、3、3 イエーイ。それではどこに行きます。中島公園宝平館ですね、はい、え、はい、行きましょう。すごくない。じゃあちょっと次に、はい、はいはいはい、まだあると。はい、もう一個渡されました。ランチだってサイコロ。いや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 、食べたいもの食べようよ。昨日のね、あの紹介で言ったけど、食文化独自ですと、まあ、あの有名なもので言ったらスープカレー昨日食べましたけど。そうですね、スープカレーね、いいよね。でもスープカレーめちゃくちゃ量たくさんあるから。そう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 、だからいいお店探してみて、ね、で2、海鮮。あ、これもいいですね。北海道らしい。ジンギスカン北海道らしいね。
北大でだから北大出した後にそれ出せるとえこれさそうだねだって北大行って違うとこ行ってまた北大戻る可能性あるそうですよ戻る可能性あるし北大ってめっちゃ長いからね すげえ非効率的な動きだねそうそうそう5はい5近所でラーメン札幌って言ったら何すか味噌ラーメンそうあ味噌ラーメン探したいなへえー、いいねこの6番もラーメンみたいですけどはいこれミッチー激推し、もう事前に調べて1個だけ行きたいの入れていいよって言ったら、はい、私が食べたいラーメンですなるほどねそんなそんなプレッシャーかけないでほしいわもうなんかぼやかれちゃうということで、はいはい、これをどのタイミングで振るか考えたんですけど、うん、まあ工程もあるんで、うんうんうん、今振ろうかなといきますよ3、2、1ほい6! やったやったなんか、で、合ってる引きが良すぎる合ってるやった合ってるさあ一部始終ちゃんとね、カットしないで出しましょうこれちゃんと、ちゃんと これサイコロですからね、はい、ちゃんと全部の出目ありますからねえ、やったすごいありがとうございますいやいやいや、これが僕ですそれでは気を取り直してすげーな中島公園はいはい中島公園に行くとはいはい楽しみですねはい地図ありがとうここですね北24条駅これなんか札幌招待の最寄り駅らしい地下鉄の南北線っていうラインみたいですねじゃあこれ乗っていきましょうまあ、なんとなくなんか調べたところによると、うん公園の中に庭園があったり、はいはいはい、コンサートホールがあったりおでそれと一緒に歴史的建造物として砲兵館なるほどね文化的な公園ってことですねそうそういやここ勝負池って言って勝負池うんなんか明治ぐらいに明治7年に作られたとボート遊びができますまあでもその何の勝負をするんだろうかこの自然が綺麗なんだよ、うん、まあ確かにねでミッチーあの奥見れる右の奥 あれが多分藻岩山ってあはい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 なんか鉄塔みたいなのあれ藻岩山っていうのあれを眺める都市型公園中島公園です、まあ、やっぱりあの札幌はあの開拓されて作られた町で、はいはいはい、新しい都市なんですよね、うん、わりかしね、うん、でその中でもその政府がちゃんとここに人を呼べるようにって作った最初のホテルって言われてホテルかそうあ国指定重要文化財ですよあそうですそうです国が指定してる重要文化財ですね西洋的だなこれめちゃくちゃ特徴的な建物だなあれだね西洋の作りにカーペットはちょっと日本風だねね、西陣織だって西陣織もう最高級はい、砲兵館行ってまいりましたどうでしたいやなんだっけ和洋混合、うんうん、混交やっぱそのね昔の建物なんで西洋のものが入ってきてで和のものも残っててそういう建物でしたねでは早速次に行きましょう次ですねちょっとなんか噛み締める時間が欲しいな今何時ですか今が10時半ですね、はい、1時間半かかりましたねはい、はいあもう3番が札幌招待に変わってますよ、うん、これ札幌招待でしたらどうする戻りますよもうおしまいいやおしまいというか戻ってもう一回振り、うん、もう一回振り直すはい超無駄じゃんただ戻るだけです OK ということで次に行くべきはどこなんですかね札幌時計台テレビ塔を目指したいです、うん、あ時計台とかテレビ塔ねあとねここから
北に上がっていくだけ、はあはあ、しかも、路面電車乗れます。なるほど、まあ、路面電車か。やっぱねここ2つ行かないとちょっと札幌はねお話にならないんでね、はい、まあ、1か2ぐらいは出せると思いますよ僕。さっき1か2ね、有言実行できたんで。3はダメ、1か2だよ。3はダメだね、うん、3マジで無駄だからね、はいはい、3分の1でございます3分の1いきますよ。これさっきのねキャラメルですね。いきます。4、あぶねーぶねー。六花亭、六花亭、六花亭、お土産買いに行きましょう。おい、それはいいねこれこそすすきのだね。はい、それでお願いします。まとめでよろしいですか。はい、いいです、はい、行ってまいりましたよ。 お土産買ってきちゃった。マルセバターサンド、雪やこんこ、ね、あとこれ、これ知ってますか。何ですか。なんかマルセバターにくるみ入りが出たみたい。でそれがなんか1年前くらい出たらしいんですけど、今回ちょっと買ってきました。とりあえず食うか。何これ、マルセバターケーキくるみ、美味しそう。ちょっと違うねバターサンドとは全然。いただきます。はーい、うん、ケーキだ。へー、うまっ。雨が降ってきましたね。雨降ってきたねまだ続きますよ。いや、今何時ですか。今が11時20分か。うん、急がないといけないね。お昼も食べなきゃいけないし。ということで早速次の行き先。あれ、これ復活するんですか。3番、はい、復活します。え、じゃあ何、サイコロ3番引いちゃったら、そうで4番出しちゃった、うん、同じ出目の4番出しちゃったら札幌商店戻んなきゃいけない。戻ってまた また振り直し、また振り直し。うわー、もうずっと練り歩くじゃないとりあえずだから今回は1、2、5、6のどれか。うわ、頼む。1出そう。もう札幌ってことはもう時計台見たいですよね皆さんも。見たい。よし、頼む頼む。お願い、俺の左手いきます。はい、頼むよ終わったってことは、あ、札幌招待に戻ります。はいはい、行きましょうマジか。11時今45分ですね、はい、なんで、まあ、さっきねサイコロで引いたお昼ご飯をラーメンですか。やったー、ラーメン、まあ、食べて戻ります。はい、いや戻るのも謎だけどねお腹すいた。腹減ったね。この辺、あ、え、左手、 あったじゃん。あるね。やってる、やってる、やってる。おお。笑顔の方で、笑顔の方でお願いします。さあ、ないねー。さあ、2、1。あ、ちょっといい、笑えてなくて、笑えて、笑いねー。はい、ただただ札幌招待に帰宅しました。はい、何時でしょうか。今が1時20分。疲れてるね。いやだって無駄だもんね帰ってきちゃっただけだからね。で、やっと振り直せるわけですか、はい、ここで。はいはい、札幌招待に戻ってきちゃったんで、うん、札幌招待戻ってきちゃったんで、なんかあれですね、出目が変わってますね。はい、ちょっとサービスです。時計台が2つになってますね、はい、あと北大が、北大、北大はね近いらしいですから。で、あの中島公園から戻っ、こっち来てね、駅に来て、うん、で六花亭からこっち来て、はい、一番近いのは北大ですから。そうだね、今ここから近いのは北大です、はい、北大を引きたいところ
6番か4番頼む。望んでいる事柄を確信してみない事実を確認する進行を持っていきましょう。行きます、行きます。もう市外に行くかもしれない。はい、さあ時計台です、時計台です、時計台です。まあ、まあいいでしょう、まあいいでしょう。やっぱね時計台見ないと。札幌に来たからあっぶねー、あっぶねー。行こう、最高。時計台行きました。今が時計見えますか皆さん。2時ちょっと前、時計台を今から行くのかな、見学するのかな。タロディ、見学します。見学しますか。中入ります。中入りますか。じゃあ行ってくるか。今資料館みたいなところにいます。やっとね最悪を免れ時計台は来ることができました。よかった、ね、ただ次は時計台のところに札幌招待入れてます。続いてのこれですね。ちょっとねまだ行ってないところがあるんですよ。テレビ塔ね、と北大ね、北大ね。ちょテレビ塔引きたいかな。めっちゃ近いね、めっちゃ近いね。テレビ塔は引きときたいよね。もう見たいからね。お願いします。さっきだって3出てっからね。はい、行きますよ、撮りますよ、撮りますよ。はい、行きます。さあ、撮りす。あれ北大って招待に近いところですね。そう、招待の方戻るみたいなもんですね。また招待の方戻る。まあ、まあでも北海道大学ですから。はい、有名な、はい、ね、有名な有名な北海道大学、このポプラ並木ね、はい、なんかみんなちょっとなんかグロッキーになってない？大丈夫ですか？行こうぜ。そんな僕のサイコロの出目が悪いから。いやいや、なんかそんなブルーになってそんなことない、待てない、そんなことない。ありがとうございます。ありがとうございます。ここはもう北大の中ですね。着いたね。ここはもう北大の中みたいだけど、キャンパスの中が広いから、ね、もう車も走ってる。広すぎるね、ちょっとね。走ってるって学生がでもいますね。はいはい、北大も歩いてたんですけど、ここね、なんか北大のなんていうんですか、シンボル、ポプラ並木が並んでるところっすね。なんかねえ、不思議な木だよねポプラって、うん、なんかあのだいぶなんていうんですかね、台風とかで本数が減っちゃってきてるみたいで、読んでるとなんか今もう再生事業をやってるとかいう感じで、今ここはねちょっと関係者以外はここ立ち入り禁止になっちゃってるんで、ここまでですね行けたのは。はい、はい、音声トラブルのためここから後入れ実況になります。いやそうですね、残念でしたね、音声取れてなかったですね。ショックですね。これはもう3時前ぐらいかな、今時間気にしてますけどね。うん、そうですね、これはもう4時に招待戻らなきゃいけなかったんで、これも次行く場所がラストになるかどうかって今話してるんじゃないかな。パネルが出てきましたね。お、札幌招待テレビと赤レンガ庁舎、もうサイコロ運が悪すぎて3つに絞ってもらいました。いや、札幌招待は出してほしくないですね。いや、ここで帰るってなったらちょっとやだね。いや、本当もう疲れも出てる顔してますよ。朝から歩きっぱなし。お、さあ集中しています。どうなるのかな。最後にテレビと言っときたいんじゃないか。どうぞ。投げない、早く投げろ。あ、投げました。ダイススロー 5! なんだ、うん、見えない、来た、なんだ、赤レンガ庁舎、庁舎、まあまあまあ、おうおう、いいのか。あんま喜んでないですね。なんかリアクション、まあ、いいのかって多分その時も思ってたんでしょうね。僕はね、赤レンガ庁舎かってなってますね。まあこっから近いのかどうかってことだけ気にしてたかもしれないですね。あ、落ち込んでますねこれ。もう疲れてるんじゃないですかね。
いや、すごいですね。もう体力ゼロですよ。あ、座っちゃったよ。そろそろ着くんかな。右曲がったらすぐです。右曲がったらすぐ。待って。修繕のために今このような状態になってます。今4時ちょっと前ですね。いやー、ちょっと最後、まあ、まさかこんな結末になるとは、工事中でしたということでした。残念ですね。はい、回ってみてどうでしたか。札幌はさ、まあ、やっぱ観光地たくさんありますね。こうやってサイコロで回れるね。うん、そうですね。でもね、やっぱサイコロで行くよりもみんな行きたいところをじっくり行こうが間違いなくいいですね。ちょっと皆さん行くときはちゃんとじっくり観光してもらえたらと思います。じゃあ招待戻りましょう。はい、招待に。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。お疲れ様です。いやね、残念。はい、札幌招待に戻ってきました。はい、どうだった、札幌市内行ってみて。もうね、今日2万歩くらい歩きました。本当見どころ満載、ね、トラブル満載。いやでもね、まあ、たくさんいいもの見てきましたね。はい、じゃあちょっと札幌招待の中、やっと今日入っていけるので、ぜひ中をですね、紹介していただけたらと思います。はい、ここにまずこう大きく書いてありますので、北海道連帯本部と札幌招待が一つの建物の中にあります。では入ってきます。じゃあ入ります。はい、どうぞ。お邪魔します。はい、はい、私が引きます。はい、はいはい、どうぞ入ってください。お邪魔します。すごい綺麗な入り口ロビーですよ。うん、これ履き替えて、あ、履き替えてください。はい、はい、北海道ですからね。いや、すごいなんか明るいですね。間接照明もあってすごい綺麗なロビーだ。明るいな。上手に光使って明るく見えて、木のドアでいいですよね。北海道って感じ。そうですね、うん、大きいドア。いよいよ開館になります。はい、観音開きで。観音開き、おお、すごい白いですね。綺麗、綺麗ですね。まっすぐ行ったところに十字架がある。この周りのところはちゃんと色がついてて、十字架がね、浮かび上がるような感じになってます ね、うん、そうですね。白い壁と木の感じのこの融合感がすごくいいです ね、ここのちょっとホッとする雰囲気ありますね。うん、なんか結構壁も綺麗だし、この建物って明る新しいんですか。そうですね、2011年に前の場所から引っ越しをしてきてここに建てたんですよね。へえ、2011年。それ引っ越したってことは、前はここじゃない場所にあったんですか。そうなんです。前はね、もっと札幌の中心部のテレビ塔のすぐ近くにあったんですよ。今日テレビ塔だけ行けなかったですね。あ、そう、残念だったね。あの、ね、まあ、前の方は通ったんだけどね。ここが礼拝堂ってことで、いつも何か声優の皆さんとご飯を食べたりする場所っていうのも別であるんですか。あ、そうですね、第二ホールがあります。そこでいつも食事と、あと家庭団のね、あのお集まりとかそこでしています。はあ。で、この第二ホールここから入りますけども、今日実はあの札幌招待の声優で、あのちょっと紹介してほしいなって人を呼んで待ってもらってますので。あ、そうですか。はい、じゃあ行きたいと思います。どなたかいらっしゃるそうです。はい、はいはい、お邪魔します。あ、こんにちは、メディアチームのかっちゃんです。あ、加藤と申します。はい、よろしくお願いします。札幌招待 の信徒の方の加藤さんです。よろしくお願いします。面白いというか興味ある活動をしているので、かっちゃんにぜひそれ聞いてほしいので今日来てもらいました。はい、あのファミリーホームという、ファミリーホーム、はい、あの事業を支援する働きをしています。あ、2008年に児童福祉法が改正されまして、あの児童養護施設ではなくて、
里親さん、そしてその里親さんの働きをもう少し大きくしたファミリーホーム、まあ、正式には小規模住居型児童養育事業というのですが、6人までの児童を家庭的な環境の中で養育するという事業です。里親さんは4人までの児童を家庭において養育するんですが、ファミリーホームは6人まで養育することができて、また専門的な経験と知識を求められております。そしてまた国からの支援をいただいて子どもたちの養育にあたるという事業です。はあ、それ養育者として加藤さん自身もファミリーホームの働きをされてたってことですね。はい、12年間子どもたちを6人お預かりして養育していました。で、今もやられてるんですか？今はですね、ただの里親に戻って、今2人の児童の養育はしていますけれども、その他にファミリーホームやりたい人のために住宅を提供するという事業をしています。なるほど、なるほど。でもこの事業っていうのはやっぱり一番難しい問題は住宅の問題で、やっぱり子どもを6人預かるっていうことになると、一般家庭って 3LDK とか 4LDK の広さしかないんですが、6人の子ども預かろうとなると 8L とか 9L とかっていう住宅が必要になってくるんですが、なかなかファミリーホームやりたいなと思ってもその住宅の準備ができなくてつまずいてる人たちが多いんですね。それで、私たちの法人はファミリーホームをやりたいって人たちのために住宅を作って、そして提供して、ぜひともやってくださいっていうような事業を行っているところですね。もう養育の事業からは引退しましたが、今度はこう背後から養育をやりたい人たちをこうサポートする、事業を今行っています。どういったその問題意識からそういう加藤さんご自身はその働きを始められたんですか？私はもともと聖書を読んでいて、役部署の中に、やもめや孤児の世話をするのが、キリスト教におけるところの本来の在り方だということを学びましたので、それで自分ができることは何だろうかと考えて、まず家庭に子どもをお預かりしましょうという里親から始めました。30歳の時に始めましたので、里親としては32年ぐらいしてますけれども、でそのうちにファミリーホーム制度というものが導入されて、里親さんをもう少し拡大した形で子どもをお預かりすると、どこまでも施設ではなくて家庭環境の中で特定の大人が継続的に養育するという、それが子どもの愛着形成成長には必要なことだというふうに国は考えたもので、そこに導入とともに私も始めさせていただいて6人の子どもをお預かりしたと。でやはり私もクリスチャンですので、その子どもたちがいろんな辛いところを通って人生生きてますので、神様を信じてほしいですし、教会にも来てほしいと。ですので子どもたちがお預かりすると招待の方に聖別会にみんなで一緒にやってきて礼拝を持ってたという。なるほど。で多くの子どもたちはそこで神様を信じて新たな人生を歩んでいるということですね。毎日一緒に聖書を読んだり、小さい子どもたちは聖書物語ですが、一緒に読みながら賛美歌を歌って、そして日曜日には招待に行こうと言ってみんなで一緒に、強制ではありませんけれども子どもたち行きたい子は行こうって言ったら、みんなやっぱり行きますね。そうですね。それでずっと招待に子どもたちと一緒に出席させていただいてたということですね。それ一部として招待をこう用いてくださってるって本当に貴重なことで、またそれによって若い人が招待に出入りしてくれるっていうのは、招待にとってもすごく嬉しいことなので、加藤さんがそういう働きをしてくださってるって私たちすごい力になりますね。ありがとうございます。はい、今日は旧西郡札幌招待にお邪魔しております、札幌招待士官および、北海道連隊長およびボス、こと石坂慎二少佐です。皆さんこんにちは。本当はですね、さらに石坂直美少佐が、いらっしゃる予定でしたが、今長期出張中ということで、ちょっと写真をやってますかねすいません。はい、それではですね、早速この札幌招待について伺っていきたいと思います。はい、この札幌のこの町でどういうふうにこの旧西郡の働きが始まっていったか教えていただいてもいいですか？はい、札幌招待がそもそも始まるのは1919年の6月に、
中井中佐ご夫妻と江藤大って方が海戦準備のためにこう派遣されるんですね、本営からね。それで、札幌市でこの働き始めようということになって7月1日に開館式および開戦式が行われたんですね。で今とちょっと違う場所だったんですけども、そこで開館式があったのと、開戦式、旧西軍がこれから札幌で働きを始めますよって公の集会を開いたのは実はあの時計台だったんだよ。時計台、昨日行ってみた？はい、時計台は行けました、なんとか。あの建物で旧西軍が始まりますよって集会をして、報道機関とか周りの教会の先生たちとか集まって、まあ、この記録を見るところだと700名集まったっていうふうに書いてありましたね。あの2階にある街道みたいなところでやったってことですよね、はい、それだけ旧西軍がこの札幌で始まるっていうことはホットな出来事だったってことですね、当時。札幌もやっぱり多くのクリスチャンがこう開拓に入った地域なので、旧西軍に対する期待もかなりあったと思うので、いろんな教会の先生や報道機関が来て、その開戦式がね行われたんでしょうね。そこからこう旧西軍の札幌での働きが始まっていったんです。だからちょっと不思議なのが、札幌よりも遠軽の方が先だったっていうことでしょ。ね、なんかすごくその開戦の仕方も面白いなというふうに思うんだけど、でもいよいよこう拠点に旧西軍が来て活動が始まったっていうことですね。でその中で、まあ、各小隊長方がいろんなことを模索しながら働きをこうどんどん進めていって土着していったんでしょうかね。1919年、というと105年目ですかね。もう北海道は全ての場所は100年以上そうですね、活動してるってことですね。すごい。それでこの札幌の小隊の働き を見ていくときに、保育事業っていうのも欠かせない一つの大切な事業になるんですけども、実はその保育事業を始めようっていうことで始まったようではないんですね、これが。なるほど。札幌商体が今と違って、もっと町の中心部の創生川っていうところの近くで、テレビ通りも近いところにあったんですけど、そこは近所にたぬき工事っていう商店街があるのと、二条市場っていう市場があって、そこで働いてる人がたくさんいて、はい、で当時は働いてるところと住まいって一緒の人が多かったですよね。それなので子どもたちがいっぱいいたということ、それから第二次世界大戦が始まっていく中で男の人がいなくなっちゃうわけですよね、戦地に行かなきゃいけないので。戦時中です、そうするとお母さんと子供だけが残っていて、で子供をその面倒を見るのは大変な人がいるなっていうのを旧西軍の士官の人は気がついて、じゃあ預かりますよと言って士官宅に子供を託児するところから始まっていったみたいな。それがどんどんこう広がっていく形になって、市からも認可を受けて働きを始めて、放水保育所という働きが始まっていくんですね。でここの前の開館の時には、放水保育所と札幌商店は一つの建物の中にあったんです。商店の中で保育所もしていた。そうですね、同じ建物の中で、1階に会館があって2階3階が保育室だったんですね。なんかその始まりの時もそうですけど、事業ありきではなくニーズから活動が始まっていく、もう実に旧西軍らしいなと。本当に困ってる人がいたら手を差し伸べていくという働きがね、もう旧西軍らしい働きが始まって、その放水保育所が始まって、そこから草園保育所、そして菊水上町保育所というふうに働きが広がっていって、札幌には3つの保育園を働きをしていますね。旧西軍が関わっている保育園が札幌市に3つあるということ、そうですね。それはもうその戦時中からっていうんですかね、その保育のミニストリーというか、そういうものがずっと今、そうですね、そこから流れがそのまま来ているってことですね。ただその放水保育所は今はないんです。あ、そうなんですか、ここ今ないですよね、保育園は。ない、招待だけになって、
放水保育所という働きが一度閉じるんですが、実はその閉じるにあたって札幌市からの委託で市政館保育園を旧制軍が運営することとなったんですね。ですから放水保育所をそのまま市政館保育園に持って行ってその活動を継続したという。ですから今は市政館保育園、総園保育所、菊水上町保育園というのが旧制軍で行っている保育事業なんですね。なるほど。ここの場所とは違う場所にあったっていうところで、ですよね、うん、ここが建ってから13年。そうですね、2011年の2月にここはオープンをしました。2011年って皆さんお分かりですよね、あの震災の。そうですね、東日本大震災がここが立ち上がって1ヶ月後に大きな災害が起きてしまったんですけども、ですからこの新しい会館のオープニングが2月であったので、建築資材もきちんと揃ったし、うん、オープニングとしてのイベントを開くことはできたんですけど、震災が前だった場合ね、もしもその場合は多分資材の調達が難しかったり、オープニングのイベントを開くなんてこともできなかったかもしれないですね、うん、それを思うと新しい会館もできた、それは神様の計らいの中にあったのかなってやっぱり感じせるよね、得ないですね。ありがとうございます、それではですね、その保育園の働きもまたここの招待の働きも、ずっと続いてきているわけですけれども、今この招待で、地域に向けてこういったことをしているとか、そういったことがあったらちょっと教えていただけたらと思いますが、うん、その開館しオープンしてすぐに震災になってしまったということで、うん、その活動のね、あのいろいろ制約があったり、あのその当時の招待長であられた徳永少佐があの震災支援に向けての力を入れてくださったこともあってですね、うん、その働きをすごい充実して行うことはできたんですけれども、うん、来たばかりにそういう震災があったってことが、うん、あのちょっと大変だったなだろうなということを予想できますよね、うんうん、その中で10年経ってこの地域から新しい人が来るってことを願いながら今活動していますけれども、うん、そう思った時に今度コロナで、なるほど、うん、外へ向かってなかなか扉を開きづらい時期が来てしまったってことで、いよいよこれからですね、この近所に向かっての活動をしていきたいなということを願っています。で今この招待としてやっぱ家庭団の働きが継続してずっと行われていて、熱心な方々が本当に毎月良いミーティングを持っていますので、その家庭団の働きを中心に地域への活動ができたらなということを願っています。それから先ほど申し上げた保育事業、私たちはチャプレンとして、うん、まあ、子どもたちにはボスと呼ばれてますけども、その中であの毎週この子どもたちとお集まりをしているので、その子たちがその幼い時に聞いた御言葉、うん、賛美歌、ワーシップソング、そういうのを思い出していつの日かどこかの教会を訪ねてくれたらなと願いながら活動しています。ですから今は家庭団と保育の事業、それを中心に招待の活動を、ね、進めたらいいかなということを願っています。ありがとうございます、今後この、札幌招待がそのどのようになっていきたいとか、将来の展望とかビジョンとか、そういったことがもしあればちょっと教えてください。そうですね、この札幌の地域にあって北大も結構近い地域なの で、学生さんであったりあの子どもたちが自由に入ってくるような会館にできたらいいなというふうに願っています。まだ新しい会館ですし、大きくてね、広い白い素晴らしい会館がきれいに維持されていますから、うん、ここを用いて地域の方がこう入ってくる、そういう働きができたらということを願っています。コロナがもっとねちゃんとこう収まれば、いろいろ活動ができてくると思いますので、うん、そこに向かっていろいろ知恵を絞りながら準備を今しているところですかね。そうですね。他に何かありますか。ここは連帯本部としての働きもあるので、うん、あの各かっちゃんが回ってきたエンガルや帯広も時々私行かせていただくことになるわけですが、うん、やはりこう、まあ、住んでしまえばすぐそこっていう感じなんだけどでもやっぱり移動距離がね、あの一回一回の招待の間が200キロオーバーをこう走らなければいけないので、そういうことを覚えながら事故がないようにね、うん、
また良いこう広いけど良い交わりを持って戦友同士が関わっていけるような連帯であったらなということも願っています。他の招待の人のことも心配してあげて、困っていれば助けに行くような ねそんな働きができたらなということを願っています。はい、ありがとうございます。それではですね、毎回恒例のこの会館でのですね賛美を取らせていただきたいなと思います。今回はですね、直美少佐がいないんですけれども、はい、事前に、伴奏を取っていただきました。なのでその伴奏に合わせて、タイミングは違いますけれども、この会館で、共演という形で、賛美をさせていただけたらと思います。ではよろしいですか。はい、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。行きますか。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。 いい時間でした。じゃあこれ札幌からのお土産で、あ、これは札幌農学校クッキーですか。はい、さては箱ちっちゃいけどいっぱい入ってるからみんなで分けて食べてください。では東京のみんなでいただきたいと思います。はい、ありがとうございます。東京暑そうだから気をつけて帰ってね。ありがとうございます。東京暑いよ、やだよ暑いの。では今から新千歳に行きたいと思います。では、はい、お疲れ様でした。お世話になりました。本当に長く8日間ありがとうございます。はい、気をつけて。お疲れ様です。はい、はい、新千歳に着いてしまったということはですよ、もうこの北海道招待校北海道編もね、もうおしまいということになるわけですけれども、どうでしたか北海道は。いや、なんか北海道の良さを思い知りました ね、 ねえ、ご飯も美味しいし、はい、大地も広いし、はい、本当でも、まあ、そこまではね、もう来る前から分かってたことなんですよ。で、
やっぱその3つの正体をね取材して思ったこととしては、やっぱその北海道を開拓する時にすでにクリスチャンの存在があったってことですよね。でそこでクリスチャンが開拓していって、その土地を、町として、起こしていった。だもうその時からですね、もう北海道っていうのはもうその先人たちのクリスチャンが祈って、また信仰を持って、この町に仕えてきたんだなということを思いました。招待校北海道編はここで終わりますけど、次回の招待校はどこの招待になるでしょうか。皆さんぜひお楽しみに、お待ちいただきたいと思います。それでは東京に帰ります。バイバイ。